ユラは、日本海軍の軽巡洋艦。その艦名は、若狭湾に注ぐユラ川にちなんで名付けられた。軍艦ユラは、日本海軍が1921年5月から1923年3月にかけて、佐世保海軍交渉で建造した、軽巡洋艦。二等巡洋艦長領頸の四番艦である。ユラ型と表記されたこともある。長良型軽巡洋艦は、 水雷戦隊機関や戦隊機関として重宝されたが、ユラとキヌは潜水戦隊の機関となることも多かった。太平洋戦争開戦時のユラは第5潜水戦隊機関として南方作戦やベンガル湾機動作戦に従事。1942年4月20日に佐世保紀島。5月20日に第4水雷戦隊の機関となる。 ユラ及び第四水雷戦隊は6月のミッドウェイ作戦に従事した。8月7日よりガダルカナル島攻防戦が始まると、4水戦もソロモン諸島に進出。8月下旬の第二次ソロモン海戦に参加。9月20日、外南洋部隊に編入された。同年10月25日、ユラは駆逐艦秋月と共にガダルカナル島近海を行動中。 アメリカ海軍航空機の空襲を受けた破派。企画区艦により自沈処分。太平洋戦争で喪失した日本軍最初の軽巡洋艦となった。ユラは対象年間に多数建造された5500トン型軽巡洋艦の長ら型の一艦として建造が決まる。長量計は合計6隻建造された。ただし細かい相違点はあるものの。 大まかな外観から各観を区別するのは難しい。1920年3月26日、建造予定の巡洋戦艦2隻、2等巡洋艦1隻に、それぞれ天城型巡洋戦艦の高尾とあたご、2等巡洋艦、ゆらの艦名が与えられた。同日筆3隻は、艦艇類別等級表に登録された。当初、鈴鹿の艦名を予定したという。 ユラは1921年5月21日、佐世保交渉に適行。1922年2月15日午前10時30分に浸水。3月4日、佐世保海軍交渉に、ゆらぎ総院事務所を設置。1923年3月20日に浸行した、佐世保陳述席。1923年4月1日、ゆらは、 第5戦隊に編入され、同戦隊は、長良型形巡4隻となった。春行から約5ヶ月後の9月1日に、関東大震災が発生、首都圏は甚大な被害を受けた。地震発生時、由良は第5戦隊の機関として、連合艦隊各艦と共に、浦町山列島方面にいた。救援活動については、佐世保母校とする艦艇は、 クレで待機する方針に従って、ユラは2日浦町山列島を出港、4日にクレギ、5日から19日はクレに停泊し、広島湾で訓練を行った。17日にユラを含む第5戦隊各艦は救援活動に向かうことが決定し、ユラは20日大阪地区港へ移動し、21日に救援物資を搭載、22日に神戸を経て、 品川沖へ向かった。23日品川沖期、翌日以降は、霧島、比叡北上、名取、基礎、夕張等と警備と救援物資揚陸を行った。10月5日に、横須賀に一時開港同日品川沖に戻り、9日まで警備と物資揚陸を行った。10日、品川沖発、翌11日伊勢湾儀、15日伊勢湾発、16日、 佐世保に寄港した。10月29日、佐世保在白の由良は一時的に第5戦隊の機関となり、翌10月30日、長崎での川内の浸水式に参列した、同年末の艦隊編成改定で、第5戦隊は、長ら型三隻となる。1924年5月10日、第5戦隊に、川内型軽樹二洋艦一番艦川内が、編入され、5戦隊は、 計巡4隻となる。5月13日、第5戦隊機関は、名取から由良に変わった。12月1日の艦隊再編でも、第5戦隊は、計巡4隻を維持する。12月6日、第5戦隊機関は、由良から名取に移動した。1925年5月21日から、タービンの開放検査を行ったところ、 左限全部高圧タービン翼に破損が見つかった。調査の結果、原因は翼の振動と材質の問題と推測された。6月11日、ユラは第5戦隊から除かれ、第3予備艦となってサセボ海軍交渉でタービンの改造を行い、12月1日の艦隊再編でユラは第5戦隊に復帰、第5戦隊はユラ、ナトリ、 川内の三隻編成となった。1926年4月1日、新栄十順洋艦古鷹が第五戦隊に編入される。5月1日、名取の第五戦隊助席に伴い、第五戦隊は巡洋艦三隻となる。8月1日、新栄十順過去が第五戦隊に編入される。第五戦隊は巡洋艦四隻を揃えた。 同年12月1日、第5戦隊は、巡洋艦4隻で再編される。ユラは、第1潜水戦隊に転じた。同時期、日本海軍の軽巡洋艦として、初めて水上偵察機を搭載した。1927年6月20日で第3戦隊より、軽巡熊が覗かれる。同日でユラは、 1> 第1潜水戦隊から第3戦隊に所属変更。第3戦隊は、長良型軽巡3隻となる。8月24日、由良は、島根県美保の関沖で行われた、夜間無灯下演習に、後軍所属の第6戦隊として参加した。加藤幹事連合艦隊司令長官は、後部隊指揮官として、戦艦長門に上官。航軍は、第一戦隊。 第3戦隊、第4戦隊、第1戦隊、第2小隊、第6戦隊という単獣陣で航行しており、その右舷後方から、おつぐん、仮想敵の第5戦隊及び第2水雷戦隊が接近していた。伊勢、日向由良は、仮想敵の第5戦隊、第2小隊に対し、単焦灯を照射。このため2隻は、敵艦隊に対する襲撃を諦めて、 右に点出した。すると、軽巡二隻は、後続していた味方の乙軍に突っ込んだ。人通と、第27駆逐隊2番艦わらびが衝突、中と、同駆逐隊3番艦足が衝突、両艦ともに大破する。ユラは、各艦と協力して、わらびの生存者の救援を行った。後に、水木刑事人通艦長は自決。一連の事故を、三保の席事件という。 12月1日、予備官となった。1928年12月10日、日本海軍は、長良型軽巡三隻により、第三戦隊を再編。三戦隊機関は、中から揺らに変わった。同時期、中国沿岸部を中心に行動した。1929年4月、軽巡伊須図において、射出実験に成功した。 かやば式間発促進装置が由来に移設され、約4年間の長期試験が行われたが、実用化に至らず、火薬式射出機の実用化に伴い撤去されている。かやば式間発促進装置は、スプリングの力により加速をつける方式の射出機であった。11月30日の艦隊再編で、第3戦隊は、長良型と川内型の混成部隊となる。 1930年12月1日、第3戦隊は、川内型軽巡2隻で再編され、3戦隊機関も、由らから中に変更。由らは、予備艦となった。1931年9月、佐世保海軍交渉で修理を実施。12月1日、第1艦隊、第3戦隊は、軽巡3隻で再編された。 翌1932年1月下旬、慶旬を追い、夕張島と共に第一次上海事変で、様子後警備に出動し、3月まで活動した。3月22日、佐世保に入港して、修理を実施する。同時期、近代化改装工事に着手する。7月、呉式2号3型車出機が5番手法と6番手法の間に装備され、 従来の滑走台は廃止された。滑走台後に他の長ら型各艦とは異なり1 3ト、mm、ル連装機銃2基が装備されたとされている。同年7月9日、第3戦隊の機関に指定されたが、翌日に中へ移動した。12月1日の艦隊再編により、第3戦隊は長ら型形順3隻となる。1933年5月まで、 第3戦隊は、長良系巡順3隻だった。日本海軍は5月20日符で、第3戦隊を第7戦隊に改編。引き続き、長良系系順3隻で行動する。同年11月1日、ユラは、第7戦隊より除かれ、姉妹艦イスズが7戦隊に編入。同日符でユラは、第2潜水戦隊に編入され、同潜水戦隊の機関となった。 11月6日、第2潜水戦隊機関は、ユラから潜水母艦早くじらに変更された。11月15日の艦隊再編でも、引き続き、第2潜水戦隊に所属する。1934年1月24日、ユラは第2潜水戦隊機関に復帰した。10月12日、昭和9年特別大演習第3機体講演習が実施される。 12日夜間演習に参加したユラは、第1戦隊の後衛として行動したが、勝者攻撃の後に日向を見失ってしまう。晴れ夜であったが、煙幕の残部があって視界は不良だった。また、台風の影響が残っており、各艦は総艦に苦労していた。短艦で主力部隊を捜索中の20時30分、ユラは右舷方向から出現した第8戦隊の、 形陣夕張と衝突事故を起こす。夕張は、軽巡遺跡に撃沈判定を宣告した後、機関故障を想定して、中軸停止状態であり、これが、回避行動に何らかの影響を与えたと見られる。ゆらに浸水被害はなく、艦の損傷は軽微であった。夕張は艦首を損傷して、若干の浸水被害があった。 同年11月15日の艦隊再編でも、ユラは引き続き、第二潜水戦隊に所属する。1935年11月15日、第二潜水戦隊機関は、ユラから、姉妹艦絹に変わる。ユラは、予備艦となり、佐世保警備戦隊に編入された。1935年2月12日に軍令部第一課が、内示した1941年度、 帝国海軍戦時編成においてユーラは、第一潜水戦隊機関を予定、航続距離の延長、推定2機以上搭載を検討されている。同時期、イギリス海軍は、C 級系巡洋艦の一部を防空巡洋艦に改造していた。日本海軍もこうして、天竜型系巡洋艦、熊型、最上型系巡一番艦最上、空母砲射の防空艦改造を検討した。 これらの防空管は、主力艦や空母の護衛を担う、艦隊随伴防空管と、白地用防空管の2種類があったという。揺ら型の場合、65口径98式 10cm 広角砲14門、25mm、連装機銃4機8丁、爆雷60個、排水量7178トン、速力32.3ノット。 後続力18ノット3750回利を予定していた。だが、第4次海軍軍備充実計画で、秋月型駆逐艦が建造されることになり、これらの計画は中止された。1936年6月21日、佐世保海軍交渉で、後に、ユラを処分することになる、白津湯型駆逐艦4番艦ユダチが浸水する。当時、ユラは、 佐世保警備船隊に所属しており、佐世保に所在。その後も佐世保に在泊した。8月1日、京準北上より、佐世保警備船隊機関を引き継ぐ。12月1日、ユラは第一艦隊所属の第八船隊に編入され、第八船隊機関となる。当時の第八船隊は、長良型慶準三隻。 翌1937年8月、上海上陸作戦に出動し、陸軍上海派遣軍司令官、松井和大将が、上官、8月22日に、上海に到着し、11月まで揚子江の作戦に、従事した。同月11月15日、第8戦隊司令官は、長雲忠和少将から小沢寺三郎少将に交代。小沢少将は、 同戦隊の軽巡三隻を指揮する。1938年2月上旬、第8戦隊期間は、由良から中に変更される。4月、南市作戦に出動。由良以下第8戦隊は、第5艦隊の指揮下に入り、10月上旬より、関東攻略作戦に参加した。第8戦隊は、輸送戦乱を護衛した後10月12日の、バイアスワン上陸作戦を、 支援、さらに海軍陸戦隊による10月14日の古門要塞攻略に成功した。12月12日、第8戦隊機関は、中からユラに戻った1939年2月10日。第8戦隊の機関は、ユラから軽巡アブクマに変更。11月15日、第8戦隊は、トネ型重巡洋艦2隻で再編。従来の第8戦隊は、 解体された。ユラは特別域務官となり修理を行った。1940年5月1日、日本海軍は第4艦隊を増強。ユラは第4艦隊機下の第5潜水戦隊に編入され、同潜水戦隊機関となった。当時の第4艦隊は第17戦隊、第18戦隊。 水上規模艦のトリオ、第30駆逐隊等で編成されていた5月下旬により、第5潜水船体は、第4艦隊領艦とともに、南洋方面で行動する。同年11月15日、第5潜水船体は、第4艦隊から除籍されて、連合艦隊に編入される。ゆら、第28潜水隊、第29潜水隊、第30潜水隊、 特設潜水母管理を出じゃイロマ丸からなる第5潜水船体は1941年11月28日にマレー部隊に編入され、太平洋戦争開戦時は第4潜水船体などと共にマレー部隊の潜水部隊を構成していた。修理中であった第28潜水隊を除く第5潜水船体は11月28日に佐世保を出港し、 12月2日にサンアに到着した。第5潜水船隊の潜水艦は12月5日にサンアから出撃。同日出撃したユラと前日出撃していた第4潜水船隊機関キヌは共にプロコンドル島南方で行動した。ユラは12月8日にはノルウェー船はヘリオスを臨検した。12月8日に戦艦プリンスオブウェールズ。 巡洋戦艦レパルスを中心とするイギリス艦隊がシンガポールから出撃し12月9日に潜水艦以、e、号第165潜水艦がこれを発見した。マレー部隊指揮官小沢治三郎中将は水上部隊を集結させて野戦を行おうとし第3水雷戦隊と軽巡洋艦キヌ・ユラの第7戦隊への合流を命じた。しかしユラは 第7戦隊に合流できなかった。また、9日夜作敵に出た、ユラ島再起は、プロコンドル島で山に接触し、失われた。プリンス・オブ・ウェールズとレパルスは12月10日の、マレーオ機械戦で、基地航空隊の攻撃により撃沈された。第5潜水戦隊の次の任務は、ボルネオ上陸作戦支援であった。輸送船10隻と、その護衛が12月13日に、 カムラン湾から出撃し、それに続いて、ユラと特設水上規模艦上川丸が出撃した。12月16日、ミリ上陸が行われた。続いて、クチン攻略が行われ、攻略部隊は12月22日にミリから出撃。ユラと上川丸も出撃して、作戦を支援した。上陸は12月24日に行われた。 第5潜水戦隊は12月27日にカムラン湾に帰島した。12月26日、第5潜水戦隊は南方部隊潜水部隊に移された。ユラは1942年1月19日にシンゴラに着き、第5少将は陸路でペナンへ移動して1月20日に以後第65潜水艦に勝機を掲げた。1月21日、ユラは 第5潜水戦隊から除かれ、マレー部隊に編入された。次の作戦は、南部スマトラの攻略で、ユラは、駆逐艦2隻、解剖艦1隻などともに輸送船団声にあたる、第2護衛隊となった。しかし、敵艦隊との遭遇の可能性が高いとして、マレー部隊指揮官、小沢寺三郎中将は、ユラを主体に編入して、支援兵力の強化を行い、 代わりに練習巡洋艦カシーを第二護衛隊に編入した。主体は2月10日にカムラン湾から出撃した。この時の主体は、従巡洋艦長海第七戦隊、駆逐艦三隻からなっていた。また、陸軍戦艦遺体戦団が2月9日に、陸軍主力戦団が2月11日にそれぞれ出撃した。2月12日、小沢中将は、 シンガポール方面からの脱出部隊攻撃を行うことを決めた。ユラは、川内、第7戦隊第1小隊、第11駆逐隊、第12駆逐隊と共に新潔布島東方へと向かった。ユラは、第3水雷戦隊の指揮下に入った。2月13日、ユラと川内は3000トン級特設巡洋艦らしき、もの一石撃沈を報じた。 これは特設総海艇野楽の可能性がある。野楽は日本巡洋艦3隻と駆逐艦1隻に砲撃されて大破し2月16日に沈んだとされる。2月14日、川内などは戦団護衛に戻ったが、由良は駆逐艦吹雪と朝霧りを率いて敵艦船攻撃任務の継続や戦団の北方を警戒するよう命じられた。同日、 陸軍の海上トラック船団が、イギリスの特設小海底、リオの攻撃を受けた。ユラと吹雪、フブキ、アサギリは、救援に向かい、リオを撃沈した。2月15日、船団は白地に到着し、上陸が開始された。同日、スマトラ西方を北上する、敵艦隊が発見される。ユラなどは主体への合流を命じられた。しかし、敵艦隊は、 航空攻撃を受けると撤退した。この日、ユラとアサギリは、イギリス雑務役船を撃沈した。これは、複合の可能性がある。16日には、ユラとアサギリは、イギリス法廷を捕獲。17日にもユラは、特務船を撃沈した。2月18日、ユラは、アナンバスへ向かった。2月21日、ユラ、第11駆逐隊、第12駆逐隊。 1> 第1総解体、特設水上規模艦上川丸、旧友艦鶴見は、乱印部隊の、第3護衛部隊に編入され、乱印作戦に従事する。ユラは、第6駆逐隊、第1小隊、第22駆逐隊、第2小隊等を率いて、今村人氏陸軍中将を率いる、陸軍第16軍の輸送船団56隻を、護衛した。 この頃、アブダ連合軍艦隊が出現したため後水戦、司令官現象省は、水上戦闘を挑む方針を示し、ユラを含めた各艦に集結を加齢したが、専任指揮官の第七戦隊司令官、栗田武雄少将,将は、決戦を回避する意向だった。後水戦と七戦隊の電報の応酬に対し、見かねた連合艦隊司令部が仲裁に入る一幕もあった。 2月28日、現象省は、ユラに対し第3水雷戦隊への復帰を命じた。なお、ユラは12時15分に、敵巡洋艦1、駆逐艦1発見の報告を行い、第7戦隊第1小隊は一度この敵に向かった、ものの、バタビアに入港したという偵察結果を受け反転している。2月27日から28日、 日本軍の東部ジャワ攻略部隊を攻撃した連合国軍艦隊はスラバヤ沖海戦に敗北、残存艦艇は各艦ごとに脱出を開始した。重巡洋艦ヒューストン、軽巡洋艦パースは28日バタビアへ入港後、ジャワ島西部のン田海峡を通過して脱出を試みた。だが、パンタムワン白地の第3護衛部隊と遭遇し、 3月1日午前0時2時のバタビア沖海戦により2隻とも沈没した。ユラはこの夜間戦闘に参加できなかった。同日夜、敵船から雷撃を受け魚雷2本を回避、爆雷にて反撃しつつ、駆逐艦長月をして付近を相当させた。敵船の正体はオランダ海軍潜水艦の K-14 であった。3月3日、ユラは、 陸軍から要請を受け、オランダの砲兵陣地のあったカンダンハウエルの町に対して艦砲射撃を行った。3月4日、ユラは駆逐艦将風と共にアメリカの潜水艦 S-39 の来撃で沈没した旧油艦エリモの乗員162名を救助した。同日、ユラはシンガポールへ向かい3月6日に到着した。シンガポールに到着すると、 マレー部隊指揮官、小沢寺三郎中将によりユラは、第一護衛隊に編入され、北部スマトラ攻略作戦に参加することになった。第一護衛隊は、ユラの他にカワナイや、練習巡洋艦、カシーなどからなり、その任務は、サバン湾ン、クタラジャ方面の上陸部隊護衛であった。上陸は3月12日に行われ、無欠上陸であった。続いて、 アンダマン攻略作戦に参加した。第一護衛隊などはペナンから出撃し、3月23日に上陸が行われた。その頃、マレー部隊指揮官小沢寺三郎中将はアマンダン攻略作戦と南方攻略作戦終了の間に日程的余裕があることから臨時部隊を編成し、ベンガル湾で独自の作戦を行う方針を示した。 また、南雲忠和中将率いる南雲機動部隊の正論島方面機動作戦実施を知り、山本56連合艦隊司令長官や、方部隊指揮官、第二艦隊司令長官、近藤信武中将の許可を取り、マレー部隊の行動と、南雲機動部隊の作戦をこうすることにした。マレー部隊は五分割され、中央隊、北方隊、南方隊、補給隊、 警戒隊という編成になる。4月1日、ユラを含むマレー部隊機動部隊は、ミャンマーのメルギーから出撃。龍城を機関として、中央隊は輸送船8隻、撃沈、8隻大破、地上施設襲撃撃沈、8隻大破という大戦火を収めた。ユラ、竜城、砲撃、夕霧による戦火は、3000トン級乱昇戦1隻、6000トン級。 英武総称船一隻、三千トン級乱武総称船撃沈である。1942年4月10日、ユラはペナン島に入港。同日府で第5潜水船隊機関に復帰し、シンガポールを出発して日本本土に帰還20日サセボへ戻った。5月中旬まで同地で待機、修理と整備を実施する。5月9日、ユラは 第2艦隊第4水雷戦隊機関だった軽巡中の大艦として同戦隊に編入、それまでの第5潜水戦隊機関を特設潜水母艦ノリオデジャネロ丸に譲った。海戦時の4水戦機関だった中はクリスマス島の占領作戦に従事中の4月1日に米潜水艦シーウルフに雷撃され大破していた。 桂島白地に移動後の5月20日、4水戦機関は、駆逐艦夏雲からユラに移った。5月22日から23日、連合艦隊第1回応用協連に参加。4水戦各隊は桂島白地で、出撃準備を行う。29日、ユラ及び第4水雷戦隊は、桂島白地を出撃、ミッドウェイ島へ向かう。 6月1日の時点で、ユラを機関とする第4水雷戦隊は、第2駆逐隊、第4駆逐隊、第8駆逐隊、第9駆逐隊で編成されていた。このうち、第4駆逐隊は、第1機動部隊の空母4隻名おえ、第8駆逐隊は、第7戦隊に引き抜かれており、ユラと別行動をとっている。ミッドウェー海戦において、第4水雷戦隊は、 第2艦隊を機関とする攻略部隊主体に所属しており、アメリカ艦隊と直接交戦する機会はなかった。だが、アメリカ軍機動部隊が追撃してきた場合は、空母随砲艦載機及び、各艦水上偵察機により決死攻撃を行い、叱る後に野戦を挑む可能性もあった。6月14日、ユラは、クレに寄港し、27日から小松島にて待機した。 この作戦中、ユラの機関は旧式ながら一度も故障することがなかったという。6月20日、4水戦司令官は西村昌司少将から高間間少将に変わった。当時の第四水雷戦隊は本州南岸の対戦警戒を呼び、総当任務に従事。7月14日、4水戦に第27駆逐隊が加入し、 第四駆逐隊が編成から外れた。1942年8月7日、アメリカ軍はウォッチタワー作戦を発動し、ガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸を開始、ガダルカナル島の戦いが始まった。8月11日、内地を出撃して17日にトラック白地に到着。20日に出撃する。ガダルカナル島を巡る戦闘は、ガダルカナル島。 ヘンダーソン飛行場を確保して、制空権を維持するアメリカ軍に対し、ガダルカナル島の日本陸軍が飛行場奪回を試みる形で展開した。日本海軍は、ガダルカナル島の日本陸軍に対し兵器、物資、増援部隊を送り込もうという総戦団を編成したが、アメリカ軍機動部隊とヘンダーソン基地から発進するアメリカ軍機によって、 低速の輸送船は撃退されてしまう。この回戦でユラは、前進部隊に編入され、第二艦隊司令長官、近藤の部中将指揮下で参加したが、大きな戦闘は起きなかった。9月5日、トラック白地に帰島。トラック白地で待機中の9月7日、従順アタゴから借りていた、A 車機が故障を起こし、アタゴでの映画上映ができなくなるアクシデントが起きた。 制空権を掌握できない中での輸送船運用を諦めた日本海軍は敵艦隊との魚雷船を前提に建造された艦隊型駆逐艦を想定外の輸送任務に投入することになった。これをネズミ輸送という。9月20日、由来か第4水雷船隊は外波用部隊増援部隊に編入された。同日午後、由来及び第27駆逐隊第1小隊は 全身部隊と分離、輸送船言用丸から燃料補給を受けた後、ショートランド白地へ移動。すでに、ソロモン海で活動していた4水船三隻と合流した。だが同白地は、アメリカ軍大型爆撃機の空襲にさらされていた。9月24日、特設水上規模艦サムキ丸が勝破。9月25日朝。 ショートランド白地でユラはアメリカ第11飛行団の B-17 爆撃機2機による攻撃を受ける。資金弾3、250キログラム爆弾1発が後部7番砲の方針に命中。士官室から甲板に出たばかりの通信長が爆風に巻き込まれ戦死した。10月1日、ユラは移号第2潜水艦、移号第3潜水艦。 駆逐艦4隻の輸送作戦、及び大発動艇、小発動艇によるアリ輸送を指揮した。10月12日から20日までは、第4水雷戦隊司令官に代わり裏の艦長が、アリ輸送の指揮官を命じられている。その頃ガダルカナル島の日本陸軍は、物資欠乏高温多湿の密林、装備兵力とも優勢なアメリカ軍といった、諸条件により苦戦していた。 第8艦隊及び上級司令部第11航空艦隊は10月13日前後を目標に再び輸送船団を投入する計画を立てる10月9日高間司令官はガトー輸送作戦についてラバウル所在の第8艦隊司令部と打ち合わせを行うためユラからサミダレに移常すると同艦を機関としてショートランド白地を出発した高間司令官は ありあけに上艦して、ショートランド白地に戻ってきたが、今度は、最新鋭の秋月型駆逐艦一番艦秋月を、四推薦機関とした。日本側が制空権を失った海域において、重要視される要素は、来撃能力ではなく対空戦闘能力だったので、ある。また秋月型の機関能力も、短時間の任務ならば、概ね支障ないとの評価を得ている。 10月12日午前2時、増援部隊指揮官、橋本慎太郎第3水雷戦隊司令官はサボ、島沖海戦で、アメリカ軍の脅威にさらされた、日清輸送隊を収容するため、川内、ゆ良、天霧、浦波、磯波、しぐれ、白露を率いて、ショートランド白地を出撃した。橋本司令官は、日清隊と合流後、ゆら、天霧、しぐれ、白露に、 日進隊の護衛を命じ、自身は四隻救援のため、ガトウ方面へ向かった。ユラ隊及び日進隊は、同日14時ショートランド白地に到着した。10月13日夜間の戦艦混合、春名による、ヘンダーソン基地艦砲射撃の際には、水上偵察機2が弾着観測を、推定2が照明弾投下機となって、艦砲射撃を支援した。 10月14日、橋本三水戦司令官のもと、増援部隊は、ショートランドを出撃、カダルカナル島エスペランス岬に揚陸を実施した。また、外波用部隊主体が、加トヘンダーソン飛行場に、艦砲射撃を行った。だが、飛行場の戦力は健在だった。4水戦が護衛する、輸送船6隻は、 アメリカ軍機の空襲で輸送船3隻が炎上喪失、揚陸した物件も米軍機の空襲で焼き払われてしまった。10月16日、連合艦隊は水上規模艦日清、千歳、千代田による輸送を止め、軽巡洋艦及び駆逐艦,艦での輸送を加齢、日本陸軍が当総攻撃前の最後の輸送作戦とした。軽巡船隊。 水雷戦隊という区分だった。10月17日午前2時以降ショートランド白地を出撃した輸送隊は同日午後10時にガダルカナル島へ到着。白露型2隻及び外南洋部隊主体から派遣された駆逐艦2隻が警戒及び陸上砲撃を行う中、各艦、各部隊は陸軍兵2159名、大砲18門。 軍需物資の揚陸に成功した。10月18日4時45分、輸送作戦を終えて帰島中、チョイセル島沖でユラは、米潜水艦グランパスに来撃された。左限全部に一本が命中するが、不発だったため速力低下等の影響は出ず、9時30分に、ショートランド白地へ戻った。日本陸海軍は、サボ島沖海戦での失敗はあったものの、 第3戦隊や従順洋艦によるヘンダーソン基地艦砲射撃でアメリカ軍機の活動を封殺し、また幾度かの輸送作戦でガトーの日本陸軍も十分増強されたと判断した。そして10月22日を予定し、アメリカ軍のヘンダーソン飛行場に対する総攻撃を決定する。山本56連合艦隊司令長官は、 第3艦隊と前進部隊をソロモン海に派遣。一方、ウィリアム・ハルゼイ・ジュニア南太平洋、方面軍司令官も、空母、エンタープライズ、ホーネット、戦艦、サウスダコタ等を投入、両軍とも、機動部隊決戦に向けて、活発に、策的行動を繰り返した。10月24日、ユラは、第4水雷戦隊各艦ともに、第2攻撃隊を編成し、 日本陸軍のガダルカナル島総攻撃にこうしてガダルカナル島へ出撃するが25日にアメリカ軍機の波状攻撃を受けて航行不能となる。ユラは駆逐艦2隻により自沈処分となった。ユラは太平洋戦争における日本海軍の軽巡洋艦戦没第1号となった。経過の詳細は以下の通りである。10月20日、 連合艦隊の加齢に従い、外南洋部隊指揮官と同部隊増援部隊指揮官はガダルカナル島日本陸軍総攻撃及び飛行場攻略に合わせて指揮下の艦艇を以下のように区分、それぞれに任務を与えた。10月23日15時30分、第二攻撃隊はショートランドから出撃してガダルカナル島のアメリカ軍攻撃に向かったが、 日本陸軍総攻撃た遅延期のため艦隊は反転、起動した。10月24日、外南洋部隊水上部隊の各部隊はショートランド白地を出撃、再びガダルカナル島へ向かった。第2攻撃隊は前日と同戦力での再出撃である。突撃隊の駆逐艦3隻も、 ガトールンガ白地攻撃を命じられており、すでに戦闘海域へ向かっていた。24日21時以降、第2攻撃隊含め、日本海軍に対し、ガダルカナル島の日本陸軍、第2師団による、総攻撃成功とヘンダーソン飛行場占領の速報が入る。これを受けて、各部隊は行動を開始した。10月25日3時40分。 ユラから94式水上偵察機が発進、ガダルカナル島を偵察し、約3時間後に、アメリカ軍機の存在なしと報告した。ところが、第8艦隊及び第11航空艦隊に対し、先の陸軍ヘンダーソン飛行場占領は、誤報という一報が入る。その情報は、ヘンダーソン飛行場のアメリカ軍機空襲圏内に、 入っていた各艦隊にも伝達された。由来か、第二攻撃隊は反転したが、突撃隊には、ルンガ白地への突入命令及び、陸戦協力命令が出された。ガダルカナル島からの報告によれば、軽巡洋艦一隻を含む、数隻の米艦隊が、ルンガ白地に存在していた。これを受けて、第二攻撃隊は突撃隊を支援すべく反転して、 ルンガ博地へ向かい、また外南洋部隊指揮官からも、陸上戦闘を支援するよう命令があった。午前9時、山本56連合艦隊司令長官は、第3艦隊機下の第2航空戦隊の艦載機を、持って、ガダルカナル島のアメリカ艦隊及び、地上陣地を攻撃するよう命じた。これに対しラバウルの、第11航空艦隊より零式艦上戦闘機の、 派遣はなく、突撃隊及び、第二攻撃隊は、空からの攻撃に対し完全に、無防備であった。一方、第二攻撃隊は先行した、突撃隊より、軽巡洋艦1、駆逐艦一隻撃沈との通信を受信した。実際には、駆逐艦全員に対し損傷を与え、艦隊衛星、セミノール、沿岸哨海艇 YP-284 を、撃沈。 赤月と雷に警備な損傷という戦果であった。さらに突撃隊は、敵軽巡2隻が東方へ配送中と通報し、第二攻撃隊はこの敵軽巡二洋艦を補足すべく、フロリダ諸島とマライタ島の間に位置する、インディスペンサブル海峡を通過する航路を選んだ。由来か、第二攻撃隊は、アメリカ艦隊と遭遇しなかった場合、13時の対地砲撃を予定していた。 10時50分、ユラは、ヘンダーソン飛行場から飛来したアメリカ軍、SBD ドーントレスキュー効果爆撃機と F4 階ワイルドキャット戦闘機の空襲を受けた。10時55分、ユラと秋月が被害を受けた。ユラに対しては、爆弾2発がそれぞれ環境射撃指揮所及び、後部機械室に命中。魚雷を投棄したため誘爆は、免れるも、 法術庁を含め多数の戦死者を出す。サミダレの乗組員は、環境上部が破壊され、左舷後部に大光が空き、中央部に火災が発生する由良を目撃した。速力23ノットに低下、火事故障により人力層だとなる。機関室を密閉して、消火に努めたが、後部火薬庫に注水し最大発揮速力は15ノットに減少。 第2攻撃隊は、浸水して、速力低下をきたすユラと資金弾により、変軸運転となった秋月を護衛して北方への退避を開始する。その後、機関室にまで浸水が及んだユラは徐々に速力が低下、沈没の危険性が高まる。高間司令官やユラの佐藤艦長は、ユラを座礁させて、救おうと試みたが、 電線通路を通じ浸水が拡大したため状況は悪化する一方であった。高松司令官は幾度も冷戦の援護を求めたが、サミダレの可視官によれば冷戦20機がやってきたのは空襲と空襲の合間で艦隊の援護には何の役にも立たなかったという。戦闘機の援護のない由来か、第二に攻撃隊にアメリカ軍は波状攻撃を繰り返した。 15時10分過ぎ、第二に攻撃隊は、ガトーヘンダーソン基地発進のドーントレスト、エスピリットさんと島から飛来した、B、B-17 爆撃機6機の攻撃を受ける。ユラと秋月に命中弾1、サミダレに、資金弾があった。消火に成功しかけていたユラは、この攻撃と被弾により、大火災を起こして、航行不能となり、救援の見込みがなくなる。 植村大尉の改装によれば、この頃のユラは、中央部分で折れかけていたという。高間司令官は15時20分になると、第2駆逐隊角艦に、ユラの陸民救助を命じた。16時14分、総員退去命令。誘爆の危険性がある中で、夕立は、ユラの左元後部に接げして、救助を行い、た間は、関西邸を派遣して、 ユラノリクミーンを救助した。上院退去後、春雨に大周期裏の来撃処分を行うよう命令があった。次にユーダチも来撃処分に加わる。ユーダチ、春雨の発射した魚雷2本が命中してユラは艦首から沈み始めたが、18時30分になっても、艦尾はわずかに水面から出ていた。最終的にユーダチの砲撃により、19時にユラは全貌した。 沈没地点南位08度15分統計159度57分、南位8.250度統計159.950度、マイナス8.250159.950。戦死者は、巡視艦以上9名、歌詞完四45名、負傷者巡視艦以上6名、歌詞完八84名。ユラの沈没後、艦隊上空に、ユラ艦載機が飛来。 ユラの沈没地点上空を旋回すると、戦闘空域を去っていった。これは、高間司令官が13時30分に呼び寄せた、ユラ機であった。各駆逐艦に救助された乗組員は、損傷した秋月に異常、ラバウルへ向かう。大西新造第八艦隊参謀長は、草勝富一第11航空艦隊司令長官に、対し、戦場を離脱する。 第2攻撃部隊の上空援護を依頼したが、第11航空艦隊側に不可能だと拒否された。26日、外南洋部隊水上部隊はショートランド白地へ帰二27日、残存していたユラの94式水上偵察機は従順洋艦絹サに補充するよう加練された。乗組員の一部は従順妙高に便乗し、佐世保に帰島した。 1942年11月20日、由良は帝国軍艦籍及び長ら型二等巡洋艦より削除された。艦長たちの軍艦誌155から157ページ、日本海軍誌第9艦第10艦の召喚履歴及び艦法に基づく。遅い川刑事大佐。 1922年2月16日から1922年11月1日、遅い川啓二大佐。1922年11月1日から1923年12月1日、石川清大佐。1923年12月1日から1924年11月1日、中原一助大佐。 1924年11月1日から1925年7月2日、重岡慎二郎大佐。1925年7月2日から1925年8月25日、小牧和佑大佐。1925年8月25日から1926年11月1日、豊田添夢大佐。 1926年11月1日から1927年11月15日、池田武義大佐。1927年11月15日から1928年12月10日、大高木富三郎大佐。1928年12月10日から1929年11月1日、和田千蔵大佐。 1929年11月1日から1930年12月1日、小倉万次郎大佐。1930年12月1日から1931年12月1日、谷本馬太郎大佐。1931年12月1日。1932年12月1日、富田基一大佐。 1932年12月1日から1933年6月15日、杉山六蔵大佐。1933年6月15日から1933年11月15日、春日ガ厚史大佐。1933年11月15日から1934年11月1日、若林政策大佐。 1934年11月1日から1935年10月25日、友成斎一郎大佐。1935年10月25日から1937年12月1日特営大佐。1937年12月1日から1938年11月15日、一岡久志大佐。 1938年11月15日から1939年11月1日、ウオズミオサ大佐。1939年11月1日から1941年9月1日、三ヨシテル大佐。1941年9月1日から1942年4月20日、佐藤史郎大佐。 1942年4月20日から1942年11月15日、軍艦由良製造一件、P16 では、対象10年5月22日になっている。工事名称、1、気候、キール据え付け、着手年月、10.5、22ハットダンキンドル、ブリティッシュアザーネイビーズ・インワールド・オーニーデー、バイデーによれば、 じゃあは2月18日にジッチンドナルド・エイバートキー、ゴードン・スミス、ダン・キンドル。ワールド・オー、ツー・シー・オー、ボリューム5、エアー・レード・パール・ハーバー、ディス・イズ・ノット、エイドリル、ルル・ドット・コム、2013、ISBN 9長7819億3747万50、P325 によれば、この日特設紹介艇、タンド・ジョング・ピーナンが、 プルオーバーの南で日本の水上艦により撃沈されている。昭和17年2月1日昭和17年5月31日第3水雷戦隊戦時日誌戦闘商法27ページによれば、この日、由来外が沈めた感染はない。ありがとうございます。